どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、大人女性に似合うヘアスタイル3選ご紹介します。以前大人女性がやってはいけないヘアスタイル3選もご紹介させていただいたので、ぜひこちらもご覧いただければなと思います。皆さんもヘアスタイルを改善したいと思って髪型を探していることも多いと思うんですけれども、スマホでね検索していると、もうヘアスタイルがねもうめちゃくちゃたくさん出てきて、どれがどれなのかわからなくなることも多いかと思います。確かに髪型ってたくさん種類があります。しかも一つの長さでもたくさんスタイルがあるので、大人世代が似合うヘアスタイルを見つけるのはねすごく難しいと思います。そこで今回の動画では、大人世代が似合うヘアスタイルの代表的な3選をご紹介していきたいと思いますので、ぜひご参考にいただければと思います。早速やっていく前に、簡単にこのチャンネルの説明をさせてください。このチャンネルでは美容に関する知識やお悩み、綺麗になる、可愛くなるような情報だったりとか商品をご紹介しております。動画もねどんどん改善して、皆さんのお悩みも改善できるような動画を作ってまいりますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まず一つ目のヘアスタイルはこちら、ミディアムレイヤーというスタイルになります。ミディアムレイヤーというスタイルはバランスの取りやすいヘアスタイルになっていまして、万能型スタイルになります。ミディアムスタイルという長さは寝癖もつきづらく、さらにカールアイロンが巻きやすい長さになっているのが利点ですが、今のトレンドとしてはトップや顔周りにレイヤーを入れてひし形っぽいシルエットにする、これがトレンドのヘアスタイルになります。セットの仕方でシンプルにもエレガントにもできるデザインで、顔周りの髪の毛で骨格補正をしてくれたりとか、トップにボリュームを出すことができるヘアスタイルになります。ですので大人世代でも十分対応ができるヘアスタイルになるかなと思います。ただミディアムレイヤーっていうのは非常に様々なスタイルのバリエーションがありまして、代表的なのが顔周りから裾まで5センチから15センチ幅のあるレイヤーが代表的なスタイルなんですけれども、それ以外でもトップの長さを短くしているヘアスタイルがあったりとか、裾の部分の重心も上がっていてひし形のシルエットになっているものもあります。そんな中でも皆さんにおすすめしたいのが、やっぱり重心が少し上がっているひし形寄りのシルエットがおすすめになります。そういったヘアスタイルになれば全体的に華やかな印象になりますし、皆様にもおすすめできるかなと思います。前髪のバランスを調節してみたりとか、スタイリング剤をちょこちょこっとつけるだけで簡単に形が決まりやすいヘアスタイルになるかなと思います。こういった髪型と相性のいいスタイリング剤っていうのは、皆さんが通われている美容室でもねご紹介してもらえると思いますので、ぜひチェックしてみてください。続いて2つ目に紹介していきたいのが、抜け感のあるショートヘアスタイルになります。最近はハンサムショートといって、前髪をちょっと長めにちょっと重くしているヘアスタイルが流行ってるんですけども、どんな方でも似合うヘアスタイルっていうわけでもないんです。シンプルなヘアデザインっていうよりも少しモード感があってトレンド感が強い、そういったヘアスタイルになっています。それでは皆さんにねおすすめできる一番使い勝手のいいショートスタイルといえば、僕の中では襟足やもみあげが動きがつけやすく、さらに前髪が流しやすい、そんなヘアスタイルが思い浮かびます。直線的なヘアスタイルではなく、毛先が筆先状のようなヘアスタイルになります。これはめちゃくちゃ使い勝手のいいヘアスタイルになっているかなと思います。まずセットをすると毛先が動いてくれるので全体的に華やかな印象になります。襟足も首に沿うようなヘアスタイルになっているので、今のねトレンド感にもなっていて、非常に首のラインが綺麗に見せてくることができます。さらに前髪も気になる
おでこ周りのシワやたるみ、こういったところも隠してくれる効果もあります。様々なファッションにも合わせやすいので、大人女性の方にはおすすめできるかなと思います。ショートヘアには本当に様々なバリエーションがありますので、まず大人世代の方が試しやすいヘアスタイルとして頭の片隅に置いていただければなと思います。最後3つ目なんですけど、これは定番中の定番、前下がりのボブヘアになります。皆さんもね、もちろんやったことがあったりとか、今やってる方も多いと思うんですけれども、この前下がりのボブの利点といえば、子供っぽくならずにボブスタイルに挑戦できるっていうところがいいところなんです。皆さんもね、ボブにした時におかっぱになっちゃったっていう方って多いんじゃないでしょうか。前下がりのボブは前下がりにデザインすることによって子供っぽさを抑えてくれる、こんな効果があります。デザイン的にはその中でもね、表面にレイヤーが入ってたりとか、顔周りにも段差が入っている、あとは全体的にね、少し軽さがあった方が今時っぽい動きや華やかさを出すことができます。デザイン的には表面にね、少しレイヤーが入ってたりとか、全体的に少し軽さのある動きの出やすいスタイルの方がかなり扱いやすくなると思います。前髪の長さで印象を変えることもできますので、バッサリ切るときは一旦前髪をね、少し長めに置いとくことだったりとか、そういった調節もしやすいヘアスタイルになります。軽さを出すことによってカジュアルな印象を出すこともできますので、大人世代の皆さんにとってはそういったスタイルも扱いやすいかなと思います。あとはカラーバリエーションによってもだいぶ雰囲気は変わってくるんですけども、大定番の色味は寒色系になります。僕の中ではカーキだったりとか、あとマット系にする方がいいと思います。結構上品な仕上がりになりますので、どんなスタイルにも合わせやすいので非常におすすめです。ボブの硬さがちょうどよく中和されるような形になりますので、この世代の方々には使い勝手の良いヘアスタイルとして頭の片隅に置いていただければなと思います。以上が大人世代におすすめなヘアスタイルになります。もちろん今のね、トレンドスタイルっていうのもたくさんあるんですけれども、最近で言うとね、前髪を少し薄くしたシースルーバングだったりとか、ちょっとウルフのような襟足を残したヘアスタイルだったりとか、あとはね、まあ耳上だったりとかにね、ポイントカラー、インナーカラーとかね、まあそういうのとかも流行ってるんですけれども、このあたりになってくるとね、まあ一般的にすごくちょっと使いづらいようなヘアスタイルになってくるかなと思いますので、今回は触れずにいきたいと思います。というわけで、今回は大人女性に合うヘアスタイル3選というテーマでお話しさせていただきました。今回ね、お話しさせていただいたヘアスタイルを押さえていただければもう十分かなと思います。ぜひ皆さんもね、今回ご紹介したヘアスタイルにトライしていただければ嬉しいです。今回もね、動画を最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。